どうもこんにちは、今回はですねたこ焼きくんと2人でドライブ動画をねお届けしたいなと思います。というのもですね、山口県岩国市っていうのはですね今コロナがねすごい流行ってまして、それがね米軍基地由来だとかなんとか言われたりしますけども、とにかく、コロナが多いということで、たこ焼きくんがですね、新学期始まる予定だったんですけども、当分休みになったよね、あマスク外しとっていいよ。当分休みになりまして、昼間はですね僕とたこ焼きくんの2人でずっと過ごさないといけなくなりました。なのであの外に連れ出す傍らですね、動画を撮ってみようかなっていうのと、あとそのなんだろうな、岩国市なかなかいいとこなんですけども、なんかこうイメージがちょっと悪くなっちゃってるなっていう感じがするので、あの、こう岩国市のですね観光地じゃないですけど、こんなところありますよみたいなのをですね、ちょっとお見せできればいいかなということで今カメラを回してます。ってことでいいかな。あらマスクしたん？マスクせんで大丈夫よ、車の中じゃけ。けどマスクした方がいい。窓も閉めてるけど大丈夫よ、コロナウイルス入ってこんけ。言ってんだもん。しとく。そうか。さあもうちょっとしたらね、左側に見える基地があるけど、基地ってわかるよね。基地は何でしょう、これが基地です。基地は誰がおるところでしょうか。どこの国の人がおるでしょうか。そう、英語の人がおるよね。ここが基地やね。ここも基地の入り口。あれ少しだけ日本語喋れるけど、友達。たこ焼きくんは英語喋れるのかい。間もなく踏切です。でも分かるやつもあるよね。この辺は、ベース絡みの店が多いんかな。あれ面白いやつや。ほんまや。あのやつ面白いやつ。ほんまね。ぐねぐねしとる。父ちゃん昔ここ行ったことある、この2階のところ。お酒飲むところでね。行ったことある。けどあの旗のやつが面白い。とりあえずですね、まず最初に向かっている観光地、山口県岩国市といえばここだろうっていうところで、錦帯橋というね橋があるんですが、とりあえずそこに、ね、向かってみたいなと思います。こんな感じでですね、田舎なんですよ山口県岩国市っていうのは。なので田舎なんで余計にですね、ちょっとそういう病気とかに、神経質ってわけじゃないけど、なんかこう敏感というか、なんか結構ねみんなおそらく気を引き締めてるんじゃないかなと思います。もともと気は引き締めてたはずなんですけど、そんなね落とし穴があるとは思ってなかったんで、前以上に多分気をつけてるんじゃないかなと思います。どうした、元気がないじゃん。行きたいところある？ない。ないよね。なんかあるのかな。ここはね自動車学校。あの車のね運転を教えてくれるところなんよ。で、たこ焼きくんも18歳になったらここに来んじゃいけん。ほらみんな練習しよるやろ。買い物とかね、好きに行けたらいいんだけどね、今なかなか行かれんけえね。
そうね、外出んもんね。そうよな。なんでついてるんやろ。見て、あそこのコスモスも、そう、屋根がついてる。後ろのコスモス。ほんまや、なんで屋根つけたんやろ。これね、なんでかっていうと、うん、あそこにお城が見えるやろ。うん、で、錦帯橋も近くにあるじゃん。うん、でけ、あの、昔の建物があるところには、うん、なんかね、あんまりね、派手なやつを建てちゃいけんのんだって。なんで？派手ってわかる？うん。そうそう、派手なやつを建てちゃいけんけ。っていうのが、あのせっかく昔の建物で綺麗な建物なのに、うん、他のが目立ってしまったら錦帯橋とか目立たんくなってしまうでしょう、うん、そういう決まりがあるんだって、うん、はい、見えてきました。これが錦帯橋です、5つの橋が連なったね、結構珍しいアーチ状の橋というのかな、まあ、そんな感じなんだけど、これ見たことあるよね。で、まあこれだけなので通り過ぎます。店とか閉まっとるんじゃない？結構、うん、ここも閉まっとるねえ。ここら辺結構閉まっとる。やっぱコロナじゃけんね、ここら辺全部閉まっとるわ。ほんまね、久しぶりにこの辺来たじゃろ、うん、だって父ちゃんも知らんかったけど閉まっとるんだな。あとあれよね、たこ焼くんは温泉が好きだけど、今度温泉もまた行きたいんじゃない？ねえ、前1時間ぐらい入っとったもんね、お風呂に。冷たくなってから、あったかくなって。あの、お水のお風呂ね。ただめちゃくちゃ、さあ、あ、暑いところあるよね、砂漠ぐらい。うん。あそこさ、サウナね。うん。めっちゃ暑くなる。でもその後に水のお風呂に入ったらめちゃめちゃ気持ちいいやろ。うん、そうそう、そのためにね、なんかみんなあれ入るみたいよ。へえ、我慢して。そうそう、あとなんかの匂いがするって言ったよね、うん、クッキーみたいな。クッキーの匂いか。たこ焼きくんはサウナに入るとクッキーの匂いがするよね。そうそう、クッキーみたいな匂いって言ったな。たこ焼きくんは岩国の中で一番好きな場所って言ったらどこだろうか。お買い物とかするところ？幼稚園。なかなか好きなところって難しいから。ね、難しい。そうよね。まだ幼稚園だけど難しいよな。本当はね、今お休みじゃろう。お休みだけキャンプとかね連れてってあげたいんだけど、あの車の中のお泊まりとかね、遠くにだけど遠くに行っちゃいけんのよ今は。そういう決まりじゃけね、ちょっと大変じゃけどね。こっち側覚えてる？覚えてない。覚えてないか。なんか自動販売機がいっぱいあるとことか覚えてない？あのうどん食べたりしたところ。あ、覚えてる。覚えてる。で、それをもうちょっと行ったら、今度あれがあったじゃん、キャンプ場。あ、違い行ったらでも1時間以上かかるな。1時間か。行って1時間で帰って1時間かかるけ。嫌だ。じゃあ違う方向行こうか。いいよ。なら2時間になるんじゃない？おお、そうそう、1たす1じゃけ2ね。正解。じゃあ、この道を右側に行ったらそっち側に行くんよ。じゃけ、左側行こうか。左側行ってみよう。まだ行ったことないでしょ。行ったことないかな、どうかな。山賊とかがね、ある方なんだけど、こっちは。そこはね、多分ね、岩国の中では一番有名なお店だと思う。何名かです？3人。よし、頑張れ頑張れ。
怖い話やろ。うん。あと何知っとる怖い話。ああ、貞子知っとるんだ。他にはやっぱりくねくねかな。くねくね。発射クサワ。おお、それも知っとるよね。うん、発射クサワ結構怖いよ。おお、本当に発射クサワっておる。なんかね、遠くじゃけどおるみたいな。へえ。でも会いたくないね。連れて行かれるんじゃなかったっていう。どこに？あの世。天国？そうそうそう。なんで？そういうやつなんじゃないの？多分。けど一番怖いのはね。うん。人形の長寿。前さ、うん、前の前の前にさ、うん、長寿くれた時あったよ。あ、父ちゃん UFO キャッチャーで撮ったやつよね。お猿のジョージが怖いんだな。うん。でもあのテレビのお猿のジョージは怖くないやろ。うん。あの人形が怖いんよね。うん。寝るときずっと向いてきたし。けどくねくね本当におらんの？本当にはおらん。いや、もしかしたらおるかもしれない。父ちゃん見たことないだけで。うん。見たことない系おらんとは限らんでしょう。うん。お、見えてきた見えてきた。え、これ？見えてきたよ、これよ。旗のやつね。そうそう、このご飯屋さん覚えてないかな。こっち側、右側とか。これがね、いろり山賊っていうところで、まあ和風料理屋なんだけど、多分いろり山賊で検索するとね、いろんな人がね YouTube に動画上げとると思う。昔ね、キャラメルちゃんがちっちゃい頃に、うん、あの星のキャンプチャンネルさんっていう人とね、ここで会ったんよ。1回しか会ったことないんだけど、うん、あのその人もねキャンプ動画とかしてる人よ。あと、バイクとか。じゃあ初めて会ったん YouTuber と。そうね、 YouTube しよる人と初めて会ったのは多分星野キャンプチャンネルさんっていう人よね。父ちゃんあんまり会わんのよ。なんで会わんの？いや、父ちゃんはね全然会うのいいんだけど、うん、会いましょうってあんまり言われんのよね。なんで？なんでかね。人気がないってか。そうかもしれん。人気があったら呼ばれるかもしれんけど。ねえ。人気がないって。あ、じゃあたこ焼きくんは、うん、YouTube の人と誰に会ってみたい？誰か一人だけ会えるよってなったら。そしたら初めて会うてちょっと恥ずかしい。そうね、初めて YouTube の人と会ったら恥ずかしいじゃん。もうでも遊んでくれるんよ。そしたら遊ぶやろ。誰がおるかいね。あの楽しい歌っていう人だ。父ちゃんフォートナイトだったら知ってるのはオレンジ君とネフちゃんと、あとデジェ君とリアンか。じゃあネコ君は？あ、ネコ君も知っとる。あとゼラールっていう人知っとる。え？知らん。知らん？じゃあキャプテンは？キャプテン？うん。キャプテンあれじゃない、あのリアンと一緒にようやれる人じゃない？フォートナイトもやってるね。あ、そうなんだ。フォートナイトの人でからさあ、一人だけでから誰に出会ってみたい？誰に出会ってみたい、誰にフレンドになってほしい？父ちゃんはオレンジ君かな。あ、なんでかっていうとね、リクロイとかじゃなくてなんかもっと楽しいことやろうとするじゃん。でけ、父ちゃん上手じゃないけ、どっちの方がいいかな。上手じゃないのはそう、一緒や。あのね、今ね海がある方に行きよって。今まで山だったけど今度は海。ちょっと待って、外そっかな。あ、いいよいいよ、外してもこっちら外そう。マスク持っとったらいいのか。いや、ここに持ってた。あ、マスクあった。2個目のマスクがあった。
これ見たい、これ二重マスクを、二重マスク、こんなところにも店があるんだ。マックス、父ちゃんこれ車後ろ先に行かしてあげよう。多分先に行きたいんじゃないかな。なんでスピード出しなんで。そうそう、なんか急いだろうかな。ちょっと暑い。暑い、あ、脱いだっていいよ。今暖かいのつけとるけや。ちょっと顔にくるて。もう過ぎた。さっき見たやん。え、見たって。さ、一番最初に見たじゃん。忘れてしまった。忘れたかな。今のね、ところを曲がらずにま、うん、っすぐ行ったら周防大島っていうね、島に行くんよ。あの
初めてみんなでキャンプやった島じゃな。あっち側とか行くんだけど、うん、なんそれ覚えてない、うん、なんかカタツムリ島とかあったな。嫌なカタツムリ嫌い気持ち悪いし、まあ、とりあえずあっち行ったら島があるんだけど今日はそっち側関係で、あそこ確か予約日誌じゃなかったと思うんで、この辺は予約日かな。次予約日っていうところはまずちっちゃいけど町があるじゃん、町もあるし山があるよね、で川もあるじゃん、でこっち側に来たら、海もある、でけ、まあ、一通りあるところなのかな。船がおるね。うん、船。なんか荷物運べようって。でっかいもんね。あ、てろ、今トーツの方が早い。早い。やったね。もうスリッピー。取りすぎた。あ、ほんまじゃん。あ、でもええ勝負かもね。富士山ってこっから遠いやろ。こっから遠いね。どれぐらいじゃろ。じゃあ火山は？火山。火山も遠いな。車で多分10時間ぐらい。長っ。火山は8時間ぐらい。あ、富士山の方が長い。どんだけでっかいんやろ。多分見たことないぐらいでかい。でも写真で見たら小さいね。写真で見たらね、写真で見たらそれはちっちゃいけど、スタジアムっていうね、うん、まあ大きな野球場、野球する
サッカーとか別にやりたいっていうのはないよね。サッカーとかは蹴ったら足が痛ってなるで。そうか。足が痛くなったりするで。野球はボール投げたら手が痛ってなるで。けども町があって米軍基地があって、山もあり川もあり、田舎道あり海もありみたいな感じで、まあ、こんなちっちゃな町ではあるんですが、まあ、コロナ騒動でね、なんかなかなか、みんなちょっと怖さを感じてるところはあると思うんですけど、まあこれを乗り越えてですね、まあ、頑張るしかないと思うので、まあ、それでも生きていかざるを得ないっていうやつでね、まあ、岩国の人もですね、岩国近隣の人も、まあ、なかなか大変だとは思うんですが、まあ、その感染対策とかね、しっかりして、頑張っていきましょうということで、今回の動画はこの辺でおしまいにしたいなと思います。それではまた。さようなら。手を振って。よろしく。